小林選手より 600g も軽いウェイトでリングに上がっております。ベルトをつけました小林博史。青コーナー挑戦者世界ライト級に127パウンド4の1アラマアントニオアマヤ。初めて経験いたします世界タイトルマッチ、小林選手とは逆に緊張した面持ちであります。この試合のレフェリーは遠山光さん、ジャッジは手崎博之さんと宇野武雄さんでございます。田辺さん、小林選手はずっとリラックスムードですね、非常にそのなんか笑顔を見せましてですね、その点アミアはもう非常にそのこわばったような顔、非常に対照的ですね。リングアナウンサーがあの両選手を紹介するときもなんか小林選手ニコニコしてるような感じだったんですが、心底からニコニコできてるのか、それとも作ってるのかどうですかね。まあ僕はこれ一つの虚勢だと思いますね。そうですか。小林としては3度目の防衛戦であります。第1ラウンドのゴングが鳴りました。速い動きを持っておりますアマヤですので、チャンピオンの小林としては速いラウンドに自分のペースに引き込むというか、そういう作戦もあると思うんですがね。そういうことですね、まあ、やはり全般は睨み合いというような戦法だと思いますね。そうですか、海老原さん、非常に相手が速いでしょ、どういう風に小林選手やるでしょうね。まあちょっと1、2回も来ないと分かんないですね。そうですか、はい、西条さんはどうでしょう。やっぱり3回見ないと分からないですね。そうですか、はい、リーチがありますアントニオ・アマヤ、身長で2センチの差があります。速いジャブを出しておりますアントニオ・アマヤ、白いシューズをつけております。身長がアマヤが1メートル69センチ5ミリ、小林が1メートル67センチ5ミリで2センチの開きがあります。リーチも左右ともに3センチ半から4センチの開きがあります。足が長く手が長い挑戦者のアントニオ・アマヤであります。中村マネージャーはこの試合を通してお互いに引き出しっこであると、じれた方が負けであるというようなことを言ってますがね、田中さん。まあ、アマヤは非常に左のストレート、ジャブを多く出してますね。まあ、一方、小林の方はカウンターを狙っているような感じですね。しかし、一発の狙い撃ちというのはちょっと危険ですね。やはり小林本来のですね、連打からの速攻から決めていくような戦法がいいと思いますね。練習では、速い左のジャブを出しておりましたアントニオ・アマヤ、それが実戦でどの程度出ますか。一方のチャンピオンの小林としては、その左をどのように外すか、そして得意の切り札の右のクロスカウンター、先ほど西条選手にちょっと演じていただきましたが、あのクロスカウンターがどういう場面でどういうタイミングで決まるか、それがこのボクシングの今晩のタイトルマッチの焦点ではないかと思います。ご覧のように時折足を交差いたしましてフットワークを行いますアントニオ・アマヤ、小林山田自分の方からこのラウンド決めておりますが、今右のフックをボディに打ちました。左から右のストレートを打ってきましたが、これは届きません。アントニオ・アマヤ、この左のジャブですね、早いですね。やはり小林もあのジャブに負けないんですね、左のジャブで応戦することですね。小林もほとんどあの左のジャブを出してませんですね。5日前の火曜日に公開練習が行われまして、このアマヤ選手が速い動きを見せて、集まった新聞記者の皆さんもちょっと驚いた場面があります。今左を何発か出しましたが、しっかり握ってましたかね。開いてます ね。第1ラウンド終わっております。コーナーに帰ります。チャンピオンの小林、5回目ですか。5です、はい。
足も長く体も長い手も長い挑戦者のアントニオ・アマヤ、試合は第2ラウンドに入りました。初めての挑戦というアマヤであります。どのくらい緊張してリングに上がっておりましょうか。中米の最南端パナマのコロンビアの出身であります。23歳、小林は24歳です。大きい服を打ってきましたアマヤ。西条さん、小林選手があまり自分の方から攻めてませんが、これはもちろん作戦なんでしょうね。まあそうじゃないですかね。まだ先長いですからね。先が長い。相手を見てよく研究してから、それから自分のチャンスっていうのをつかむんじゃないですか。海老原選手、1ラウンド2ラウンド、これから2ラウンド入りましたかね、はい、どうですか、天谷選手の動きは。スピードありますね。スピードがある、はい、ジャブ打った後、思い切ったジャブ打った後、必ずダッキングしますね。小林君のミニクロスはなかなかあれでは入らないですね。あ、そうですか、あのぐらいダッキングされちゃうと。練習ほどは田辺さん、足を使いませんね、天谷は。そうですね、しかし相手が出てくると逃げると思いますね。この辺りは天谷の方が先に手を出しますね。ほとんど小林の方からは手を出しておりません。第2ラウンドであります。昨年は小林ノンタイトルで2敗いたしまして、あまりいいことがありませんでした。まあ、ある意味の苦しんだ1年だったんですが、それから完全に抜け出しております。自分のボクシングをするということ、すなわちカウンターボクシングをするということで、自分の道を再び見出しております。今日は真っ赤な舌をつけております。左手を下げました小林、相手を誘っているところなんでしょうが、左を今出しましたアントニオ・アマヤ、ほとんど動きません。チャンピオンの小林です。世界ジュニアライト級タイトルマッチ第2ラウンド、東京の蔵前国技館でございます。アマヤ選手はご覧のように常に体をこうやって動かしております。今小林が攻めていきましたが、引き足もかなり速いものを持っております。ちょっと小林もリラックスじゃないですね。そうですか、力が入ってますね。力が入ってきた、どう狙ってるような感じですね。全く一ラウンド2ラウンド小林は動いてませんね。そうですね、全然動きません、今右を打ちましたが、小林、天谷受けております。天谷が左から右と攻めてきました。小林が左を使いましたがステップバックしております。天谷ジャブを2発打ってきました。あのジャブには定評があります。レフリーの遠山光さんがバッティングの注意であります。ジャブついて自分から返しかける、自分から調子つけちゃうから、いけいけさっき。第2ラウンド終わっています。このラウンドはどうですか。やはり小林先生は見ませんですからね。天谷のわずかにクリーンヒットを超えまして、5対4は天谷です。5対4って天谷ですね、はい。こうやって1分間のインターバルもなんとなく体を動かしております。この選手は常にどこか動いてます、まあもう1ラウンドやっちゃうともう大丈夫ですね。緊張感が取れたと思いますね。大体動き回るボクシングですね。そういうことですね。しかし小林が前に出るとすぐ引き足も早いですからね、ちょっとこれなかなか小林も苦しい試合になってくると思いますね。今のところ小林がせいで天谷がどうであります。リング上のなんか物を見つけまして、ゴミを見つけまして、天谷選手がちょっとそれを遠山レフリーにジェスチャーで示しました。拾っております、遠山レフリーです。第3ラウンド、頭脳戦と申しますか、相手を引き込んでおいて一瞬のカウンターを取る、そういうようなボクシングになりそうでありますが、今天谷が盛んにこのラウンド左のジャブを出しております。速いジャブです。うまいボクシングをしますね。左一本ですね。軽快なボクシングです。速いジャブ、突き抜くような天谷の速いジャブであります。パンチはどうなんでしょう。あのジャブはあれ当たったら強いですね。ただ小林はこのランドあまりまともには食ってませんからね。しかしだんだんああいうようなジャブを出されますと、小林 のピントが狂ってきますからね。ほうほう、ピントが狂うというのは結局まあ相手の速いスピードにまあ減圧されて相手のペースになってくるということですね。ですからやはり小林も左のジャブを出して応戦したいですね。レフリーの遠山さんがしっかり握って打つようにという、そういう注意であります。天谷に対しまして低
っかり握って打つようにという指示であります。速いジャブです。左のストレートはなく上がってますけどね、左のフックですね、これが開く感じですね。天谷ですね、ボディを攻めた小林です。これ今ボディグロー、あー下がってしまいましたね、あそこでもっと打ってもらいたいですね。速いジャブが飛んできます。エビアナさん、あのジャブ早いですね。早いですね、もうストレートですね。ストレート、あジャブより今、天谷のジャブに小林の右のクロスカウンターが一発入っておりますが、そうするとありません。あまり左を使っておりません、今晩の小林。ジャブを打ち合ったんではリーチの長い天谷の方が有利であります。小林がボディを狙いました。天谷のワンツー、ともにスピードがあります。今のところ手数でも天谷の多いですね、飛び込んでボディを狙いました小林。この距離では遠いですかね、少し、遠いですね、もう少し中に入ってもらいたいですね。第3ラウンド終わっております。2人の天谷のラウンドですか。はい、初めての挑戦です。アントニオ天谷、まず 1,2,3 終わったところでは、田辺さん、滑り出しは天谷の方がペースというか、いやペースですね、はい、まあ、小林のあまりにも右のクロスですね、速すぎるというですね、自然そういうカウンターパンチっていうのは連打の中から生まれてくるんですけどね、狙いすぎっていうのはちょっとまずいですね。ほとんど第1ラウンドから足を使っておりません、チャンピオンの小林です。試合は第4ラウンドであります。相変わらず速い左が飛んでまいります。天谷、白いシューズ、褐色の肌、天谷はまだ見せておりませんが、接近した時に左のアッパーがあるんですね、かなりいいショートブローで出しますからね、多分一発で置かなくてすぐ連打が出るってことがいいところですね。挑戦者としてはかなりの強敵であります。左右を振るいましたが届きません。小林、ジャブから右のストレートを打ちました。天谷接近して右のアッパー、これは惜しい。必要に左を使って右を打ってきます天谷。ちっちゃい小林、どうでしょう西条さん、まだ小林選手としては狙ってるというよりは相手を見てるということでしょうか。どうでしょうね。いやちょっと力みすぎですね、狙いすぎですね。狙いすぎですかね、はい、柔らかく入りたいですね。そうですか、はい、やはり一発を狙ってるというような感じがしますか。やっぱりあんだけのスピードだとちょっとクロスも狙えませんね。そうですか、やっぱり上体をウェービングしながら中入っていった方がいいんじゃないですか。そうですかね、はい、入り込む格好を見せますが、天谷の方もそこは知っててなかなか入ってきません。左の手を下げておりますが、こういう時には左あまり打ちません。ミナッパを打っていきます。天谷でやります。天谷の大きい振りの右ナッパーですか。速い動きをいたします天谷。小林右のボディーブロー、ワンツーを打ちましたが右のパンチはそう強くは入っておりません。天谷、常に左でチャンスを作ろうという天谷ですね。第4ラウンド終わっております。このラウンドどうですか。5回行くの互角ですか。はい、
今晩の試合はパナマの放送陣がやってまいりまして、パナマへ中継をしておりますが、ラジオの中継をしておりますが、青コーナーの下でクーパスさんが盛んに喋っております。ちょっとお聞きください。4 para el perdedor y vamos ahora para el quinto asalto del combate pactado. Ahí está la campana. 青コーナーの天谷のコーナーの下で、故郷のパナマに向かって放送を続けます。パナマのラジオ局のクーパスさんの声をお伝えいたしました。パナマは時差が14時間ありますので、今朝の6時35分でありますが、今日はおそらくパナマの150万国民が早起きをしてこの放送を聞いているだろうと、このように話しております。試合は第5ラウンドに入りました。田辺さん、はい、チャンピオンが自分のパンチを当てるタイミングといいますか、攻めるチャンスといいますかね、まだ掴んでませんですか。掴んでないですね。掴んでない。天谷がスピードが非常にもう通算上だってことが言いますね。まあ、このために小林がどうしても中に入り込んでいけないってことが不正の原因になってますね。今やや入り込んでワンツーを振るいました小林であります。おっと、左から右を打ってきました。小林ステップバック、派手に動き回ります。手が長く足の長い天谷、小林がロープで追いましたがクリンチであります。今の小林の攻めはどうですか。ちょっと浅かったですね。第5ラウンド攻めに出ております小林です。最後のボディーブロックの右、どうもあの距離でいると天谷の射程距離ないですからね。もう少し中に入るか徹底的に下がるか、この2つですね。どうでしょうね、精神的にまだ早いラウンドですが、小林に焦り、勝ち焦りがありますか。ありますね。そうですか。僕はそう、小林はボディを攻めた。ボディから顔面攻撃、リング中央の激しい打ち合いです。ワンツーを打ってきました天谷、コーナーに下がっております小林、速いアッパーを打ってきました。動きが止まりません天谷です挑戦者。天谷を狙いました。今あの天谷が左にあのスイッチした時に足が交代したんですね、はあはあ、小林攻めた、うまくクリンチでやります。小林の右のクロス、接近戦になりますと小林の方がいいものが出ます。天谷が鼻血を出しましたか。ちょっと出てる感じもないですけどね。第5ラウンド終わりました。どうですか。5対5の5角です。5角ですか。田辺さん、中村マネージャーは天谷の左を外すのに7つの方法があるというようなことを言ってましたが、はい、今日はあの天谷が非常に速いので、外すにしても外しにくいパンチですね。そういうことですね。何しろもう相手がもうスピードもあるし足が速いですからね、まあ、いくら方法を持っていても、まあ、自分の決め手となるパンチが出ないとちょっと具合が悪いということになりますね。しかし5回目あたりからやや小林のペースを取り戻すような感じがしますね。そうですね、やはり接近戦から連打ですね。これが欲しいですね。鼻血を出しているようですね。やはり出してますね天谷は、ね、左のガードを下げました。チャンピオンの小林、天谷がまた左を使っています。小林は何を狙っているんでしょうか、右ですかね。まあ、あの構えだと右ですね。第1ラウンドからあまり動きません。チャンピオンの小林、この周りを天谷が動いています。体を大きく使うボクシングであります天谷、動きが派手ですねこの人は、
思い切ってもバックステップってこう逃げ回ってしまいますね。小林の右が当たりました。今の小林の右は良かったですね。当たってますね、下から打ち上げるような小林の右のパンチが当たっています。止まってますと長いジャブが飛んできます。ボディを狙いました小林です。大きく見送りがこれは当たらない。打ってきますね。打ってきますね、そう強いパンチではありませんが、手数はあります。小林さん右当たった。小林さん小林さん小林さん右当たりました。いいパンチ、ちょっと狙ってきたような感じがありました。これで打ってもらいたいですね。小林さん、まだ見てます。早い右のフックを打ちました小林です。天谷の足が止まっています。小林としてはチャンスだと思うんですがね、またボディを狙いました。第6ラウンド終わりました。このラウンドは取りましたが5対4で小林、はい。この試合に備えまして、長いトレーニングを積んでまいりました小林ですが、先ほどからお伝えしておりますようにずっと一貫しましてリラックスムードであります。緊張してはいい技が出ないと、そういう考え方ですよね。そういうことですね。もうしかしもう小林もすっかりリラックスというかそういう感じしませんですね。中盤の第7ラウンドです。天谷選手にはパナマの大統領からも激励の電報が届いております。国民の期待を一身に集めておりますアントニオ天谷パナマ。接近してパンチを右のフックを当てました。海老原さん、くっついてやった方がいいみたいな感じがするんですがどうでしょうか。リーチがありますからね、どうしても離れてるとジャブを食いますね。接近戦ですね、こうなりますね。接近戦はいいですね、で怪我さんはちょっと前ですね小林君に。ははそれで西条さんね、もし接近した場合の天谷選手の怖さは何でしょうね。アッパーなんて怖いんじゃないですか。アッパーがありますかね、まだ出てませんけど、なんか怖そうですね。中間距離によりますとこうやってジャブを打ってきますアントニオ天谷、時折こうやって右にも回ります。強い右のパンチを打ちました小林です。田辺さん、小林の左の使い方ですがね、これはどうでしょうか。少ないですね。やはりあの右を打つ場合にもですね、左のジャブやストレートでもって、相手を距離を詰めておいてですね、それから右の強烈なパンチを決めるという方法が、これは普通のオーソドックスな考え方ですからね。小さいステップから鋭い左のジャブを出します23歳パナマのアントニオ天谷、世界ジュニアライト級タイトルマッチ蔵前副審判です。小林のボディーブロー、天谷が左を打ちました。常に体を動かしていますアントニオ天谷。こう見てますと天谷の方にこうリズム感がありますね。非常にあの手をこう風車のようにこうくるくる回してリズムを取ってやってるようなボクシングですね。素晴らしいボディーコーム。接近戦ですと耐えて長い手が邪魔になるんでしょうか。あまりパンチを打ってきません。天谷でやります。大きい左のフックでした天谷。
第7ラウンド終わりました。いかがでしょう、はい、5対5の互角、互角ですか、はい。今日は小林選手やたらに唾を吐きますね、入ってますね。これ伏せなんでしょうかね。でもいつもは出してませんですよね。6、7、8、9この辺が一番苦しいところですがね、これから疲れが午後に達するラウンドですね。そうですね。小林は群馬県の伊勢崎の出身で、今日はその伊勢崎からもたくさんの応援団が来ております。24歳。小林さん、左右攻撃、ボディが右当たりました。さあコーナーでどういう攻めを見せるか。効果的なパンチが入っています。あっと右右に入りました。浜谷のワンツーと、これは届きません。今の小林と右が良かったですね、今の攻撃はいいですね。しかしもう打ってしまうとまた休んでしまうでしょ。ここでまた左のジャブもあって、せっかくの貯金もちょい撃ちになってしまうわけですね。ですからあの後の連打がもっと欲しいですね。この辺はほとんど動きません。小林、浜谷の方はご覧のように足を使って手を上下に動かし、時折速い左を出します。ボディを狙いました。どうでしょう、ジャブのスピードが少し落ちましたか、アマヤ。そんな変わりませんか。1、2回あたりから比べますとですね、やや、落ちたような感じもしますけどね。しかしまだまだ油断は大敵ですね。小さい右ナッパを打ちました、小林。止まりますとジャブが出ます。浜谷の決め手は何でしょうね。まあなんといっても左のジャブからですね、腹筋して右のアッパーか左のアッパーか、どっちからだと思いますね。右にストレートの打ち方というのは非常にオープン気味で、大きく弧を描いていますからね、あれ当たってもそれほど強くないパンチだと思いますね。ボディを狙いましたが、浜谷がステップバック。第8ラウンド、今の右は当たりませんでした。打ち下ろすようなパンチ、大きく下がります。リング上心せまして動き回ります。アントニオ・浜谷、よく体動きますね、浜谷っていうのはやはりこのスピードからのポイントアウトする選手ですね。第8ラウンドを待っています。2回この5枠です。5枠ですか、はい。アントニオ・アマヤのコーナーのすぐ後ろ側にはパナマの国旗、小さい国旗を持ちましたパナマからの応援団が陣取りまして、その小旗を振って終わります。試合は第9ラウンドに入ります。あと残りますは7ラウンド、世界ジュニアライト級タイトルマッチです。パナマからは過去バンタム級の世界チャンピオンが1人生まれておりまして、その後最近はライト級でダグラという選手がチャンピオンになっております。現在はまたロサンゼルスのラモスがチャンピオンでありますが、過去2回世界チャンピオンを生んでおりますパナマ。アマヤとしてはぜひとも3人目の世界チャンピオンとして故郷に帰りたい気持ちでしょう。スピードジャブ、左でボディを狙いました小林。レフリーブレイク、相手の胸元あたりを見つめております小林。ボディから顔面へ、おっと背中を打っています。これはいけませんね。これはまずいですね。
がりながら左のフックを打ちました。天谷どういう形にでもなる選手です ね形になってどういう形からでも手を出しますね。変幻自在というのはタイプの選手ですね。天谷がステップバックと同じでありまして状態が反りました。天谷もジャブは打っていますがそこから攻めてくるというボクシングではありません。ちょっと右は荒っぽい感じで右を出しました天谷です。蛯原さん、ああいう時の天谷は下がるのが実にうまいですね。うまいですね。下がりながら左に打つ小林の攻撃、またクリンチです。下がりながら天谷パンチを出すわけですね。左に打つですね。背中に触れないですね。じっとチャンスを狙うチャンピオンの小林。第9ラウンド終わりました。2対5の小涌です。小涌ですか、はい。中村会長は小林選手にこのボクシングは焦った方が負けであるとそういうことを何度も言い返してましたね。まあ、何しろ相手が速いスピードを打つもんですからやはり小林としてもやや少し力みすぎってこともありますね。それから今の1分間のインターバルにレフリーの遠山さんに中村マネージャーの方から天谷選手はサミングをしているようだと親指で目をつつく行為ですね、をしているようだから注意してくれと、こういうようなアピールがあった模様です。第10ラウンドです。よく動きます天谷、動きは止まりません。小林のフックに天谷の右アッパー、動きの大きい派手な天谷です。過去マニラに2回そしてニューヨークにも行っております天谷、まあ、俗に言う旅慣れてると言いますかね、外国で試合することは慣れてるんですね。そういうことですね。手を動かします天谷です。小林としてはこの蔵前辻さんは弦のいい場所でありますタイトルを取りましたのがこの蔵前今の表情はどうしたんですかね。小林がですね、あ、天谷がですね、フレンチの時には今後あの皮当たり叩いたのがですね、これ打っちゃいけないっていう、まあ、ぜひ小山さん注意されたので、あ、そうですかね。それでなんかあるかっていうのは、またやりました。またやりました。同じことをやります。下がりながら左を打ちましたが、オープンブロー。あれは今のはオープンでしたね。完全なオープン、ね、ナックルが当たってませんね。今度もういっぱいやったらもう減点1点完全になりますね。あ、そうですかね。入り込んで左のピックを打ちました小林には3段打ち、左の3段打ちがあるんですが今日はそれがまだ出ていません。相手が速いんでなかなか打てないんでしょうか。そういうことですね。スピードがありますからね、的が定まらないということですね。
小林がボディを打って飛び込んだ。おっと下に切った。これ小林が目を切りました。小林は左の目で横を切りました。第10ラウンド終わりました。舞台での小涌です。小涌ですか。はい、第10ラウンドの終了間際に左の目の上を切りました小林であります。大口が流れております。傷が深いでしょうかね。あ、そうでもないです。どうでしょうね。しかしさっきの感じではかなり血が出てましたからね。小林自身しまったってな顔しましたね。さて第11ラウンドの開始であります。やはりまだ血が滲んでますね。時折その血を気にしております小林。海老原さん、この目を切ったことで心理的にどういう影響がありましょうか。小林には血が目に入らなければいいんですけどね、入った場合ちょっとやっぱりやりにくいですね。気持ちの上ではどうでしょうね。そんなに変わらないと思います。気持ちの上ではね、ただ目に入るのは心配だと。そうですね。ちょっと傷が深い小林であります。心配です。終盤に来て追い上げようというアントニオ・アマヤ。さあコーナーに攻めました。強いボディブロー。そして右、小林が攻めた。さあここで小林休まずにですね、チャンスですから打ってもらいたいですね。早いジャブです。左の目の横の傷、上の傷、血が流れておりまして気にしております。小林です。ジャブから右、入り込んでボディを狙いました。大きい右のクロス、アマヤのパンチ。リング上鮮血が飛んでいます。徹底した足を使います。アマヤ、小林の攻撃、コーナーに詰まった。さあどう攻めるか。左右に動きます。実によく動くアマヤ。攻めて追っていくといなくなっちゃうんですよね、目の前から。第11ラウンド終わりました。わずかにやはりアマヤの左ストレートのポイントが出まして舞台がアマヤです、はい。目を切りますと1分間のセコンドのこの解放が急に忙しくなるわけですからね。長い配置のセコンドはほとんど傷の手当てで時間が使えますからね。第12ラウンドです。速い右のストレート、西条さん、小林が目を切った後天谷がその傷を狙うようにして右を打ってきますね。そうですね、やっぱりおそらくそういうような作戦もあるんでしょうね。そうじゃないですか。あラウンドが始まって30秒ぐらい経ちますと11ラウンドに切りました。10ラウンドの終了間際に切りました。左の目の上からさっと血が流れてきます。小林です。横を向きます。天谷打たせません。うまい、うまいですね。
バンクもいいリングで返しましたね。小林のボディーブロー、左手を伸ばしまして天谷を起こしておきながら小林が打とうとしましたが打てませんでした。ちょっと小林もエキサイトしてますか、ちょっと興奮してますね。前のワンツーです。右は樋口に当たりました。実に速い動きを見せます天谷。低い頭の位置でバッティングでしょうか、小林の痛そうな顔をしました。足の動きはどうでしょうね。天谷前から見ますとやや疲れてますね。やはり小林はもう徹底的に接近してですね、ボディから顔面、これ連打がするともうだいぶ天谷も苦しんできますね。今日も一発に当たってすぐもう休んでしまいましたね。うまくクリンチで避けました天谷であります。動きます、天谷ボディを狙った。さあ止めた。第12ラウンド終わりました。5対4、わずかに小林の攻勢取れました。はい、天谷もかなり疲れてますよね。疲れてることは事実ですが、さあ第13ラウンドです。天谷が初めて経験いたします第13ラウンド。12ラウンドまではいろいろ経験しております。さあ小林が攻めた。ちょっと天谷の攻撃力がなくなりました。初めて経験いたします第13ラウンド。天谷小林の右のカウンター。右はサミングのようですね。天谷が速い右を打ってきますが、その親指がどうやらサミングのようです。小林の目を狙っているんですね。そんな感じがしますね。10ラウンドのゴング終了間際に左の目の上を切りまして、毎ラウンドここから血が流れております小林。傷も当然深くなっていることでしょう。大きいリングを振ってきました。小林が攻めてきますとうまくクリンチをして出せません。ボディ前面、小林は攻撃ね、おっと大きい空振り。天谷もしかしそんなに攻めては来ないんですね。前から攻めてないですね。小林のラッシュ、ボディを取ります。
チョップ気味の右を打ちました天谷。ちょうど小林と傷口です。第13ラウンド終わりました。どうですかこのラウンドは。これは小林打ちましたけどね、あまりよく入ってませんでしたから5対5の小白の試合ですか。はい、会長さんどうでしょうかね、これポイントでは大体5-5というところでしょうかね。そうですね、僕はそう見てます。エビアルから勝負ですね。これから勝負、エビアルさんどうですか。まあ、これからのランドが勝負ですね。やっぱり勝負ですかね。あとじゃあ5-10-15の2ラウンドにかかるというような、両チャンピオンの話なんですよね。そういうことですね。さあここで小林10-15と追い上げていかないと、苦しくなってきますね。そうですか、徹底的にもインファイトで決まってまいりたいですね。さんね、こうやって目の前にある両手がこう動くでしょ、はい、雨の場合には、低い姿勢から右の服を打ちました小林。あえて手を動かされるとなかなか入りにくいもんなんですかね。あれですね、やりづらいですね。ジャブから左のストレート、天谷そう強いパンチではありません。右のボディーブロー、うまくクリンチします。放送席にも小林選手の血が飛んできます。どんどん田辺さん、小林がダッシュできないのはどうなんですか。まあ、相手がスピードがあるってことが一つの原因になってますね。まあ、このスピードの一言で聞きますね。そうですか、ただし今はもう接近しても天谷はそう接近戦の場合には攻めがないでしょう。まあ、インファイトが下なんですね、天谷は。ですからもう徹底的に小林がさっきも言いましたですね、ボディ連打から徹底的に繋がること。今の身がいいですね。今完全に入りましたね。完全に入りました、いいパンチが入りました。ここでもうすぐ攻めることですよね。小林お得意な右のパンチが入りました。右のクロスです。いいパンチです。また右、天谷のスピードがやや落ちましたところに小林の右のクロスカウンターが入りました。速いパンチです。天谷のジャブがなくなりましたね。もうだいぶもう疲れてるんですね。今小林攻めるチャンスですね。このラウンドはよくパンチを入れています小林です。第14ラウンド終わりました。小林のラウンドですね。公式な採点はどうなってますかね。さていよいよ残り1ラウンドということですが、蛇原さん、今の14ラウンドは小林のパンチ当たってますかね。だいぶ当たりましたね。どうでしょうか会場さんね、天谷選手疲れてますか少しは。やっぱり疲れてんじゃないですか。さて最終ラウンドです。止める小林、どうですか天谷のパンチは。なんかちょっと気味ですね。右は、右はちょっとオープン気味ですね。ボディから顔面へ、常に両方のグローブを動かしています天谷。だいぶもスピードも落ちましたからね、小林としてはここでも一気に踏み上げてもらいたいですね。踏み込んでもらいたいですね。小林の右です。
果たして小林が3度目の防衛なるか、あるいはアントニオ・アマヤがさらばにタイトルをもたらすか。世界ジュニアライト級タイトルマッチ最終ラウンド、今のアマヤのアッパーパンチですが、やはりナックルじゃないような感じがするんです、どうでしょうね。そういう感じですね。しかしもパンチが速いですからね、よく見えないですよね。レフリーもここまで気をつけるのが大変なんですよ。サイドからアッパーを打ちました。最終ラウンド、時間がなくなっております。あと30秒、最終攻撃当たりました。このパンチ当たった、危ない。自分のコーナーです。試合終了です。最終ラウンドは取りましたね。5対4小林です。なるほど。果たして正式な判定はどう出ますか。田辺さんの採点ではワンポイントですか。小林ということですね。レフリー遠山浩さん、ジャッジが手崎博之さん、そして宇野武雄さん、どういう採点になっているでしょうか。判定は小林、小林の判定勝ち、3度目の防衛になりました。3度目の防衛になりました。不満そうな天谷陣営、鈴木諮問委員から認定証の授与でございます。浜谷側のドスマントレーナーがリング上で判定に服のジェスチャーであります。放送席にスコアシートが参りました。ご紹介いたしましょう。その前に小林選手にじゃあ、インタビューをどうぞ。持ち上げる小林博史選手でございます。小林選手、ちょっとお話を聞かせてください。はい、どうも3度目おめでとうございます。ありがとうございます。血だらけですね。もうこの間のね、エビアさんの試合見てね、はい、やっぱり景気つけられたですね。そうですか。今の気持ちはどうです。やっぱ嬉しいですよ。はい、浜谷選手どうでした今日は。左スピードあったんですけど、大してもう食わなかったですからね。大してなかったです。バッティングをした時の気持ちは。しまったと思ったんですけどね。何くそと思ったんですけど。勝てると思いました途中で、はいはい、そうですか。3度目の防衛をした小林博史選手でございました。